金作家1863年は、朝鮮後期の風刺、放浪詩人である。本名は、金日の絵淵、本段は、安藤金氏であり、字は、精神、号は、乱光である。漢字で、金、笠と書いて、訓読式に、金作家、あるいは、漢字音で金付、金日布、金一プなどと呼ばれることもある。日本では、金、笠と書き、 発音の煩雑さを避けて作家と呼ばれるのが一般的であるに統一する。作家とは、編み傘の意で彼が編み傘を被って全国を放浪したことにちなむ俗称である。韓国においては、遠い側名で基地に富み、風流で自由奔放、開逆に富んだ人生と作品には非常に人気があり、近年、小説や TV ドラマでも盛んに取り上げられている。 朝鮮全土を放浪して、数多くの作品を作り庶民から親しまれたが、多くは口捨てであり、散逸しつつあった。日本統治下の1939年に、利用種によって、初めて、金傘詩集が編纂された。日本においては、その、金傘詩集を、当時、朝鮮を旅行中だった、三吉達治が読み、漂白詩人金傘についてという評論を1941年に、 雑誌、文学界4月号から5回にわたって発表したほか、佐藤春雄が、金孫雲の韓国主役詩集、父色の雲に寄せた、序文、朝鮮の詩人等を、日本詩団に迎えんとするの字で彼に触れている。世俗のしがらみから飛び出して、放浪しながら本邦なしを作ったという点で、日本の領感や三島家に伏せられる。韓国の、この月の文化人物に2002年9月に選ばれた。 彼の墓がある、カンボ関門土コシ軍化東表が、2009年10月20日に、金作家面に解消された。屈原の、素父、理想の、保与、バオラン光景、長瀬小昇級かつエントメイキクトメイキ線に基づく、視線、解説の中に、351ページ。AB 条件、金傘視線、4ページ。及び際広しぎ、放浪の天才詩人金、傘。 19ページ。情景、放浪の天才詩人勤、傘。24ページ。情景、放浪の天才詩人勤、傘。13ページ。2001年韓国 MBC のテレビドラマ衝動にも主要人物ではないが登場する。衝動サンドの史実とドラマ。情景、金傘視線。三金滑車の研究について。339から342ページ。 この評論は中絶しているが、それは1941年の早川の水害によって資料、ノート等を失ったからだということである。金総雲、朝鮮州、岩波書店、岩波文庫赤72から1、1954年。ISBN978 から4から00から32721から5。情景、放浪の天才詩人金、傘。 16から18ページ、ありがとうございます。